はい、ということで本まだ早いわ使うんですよ、こう言いながらこういう部分もはいということで本日も、はい、ソロモンの秘宝シリーズやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。さあ今回岩さん、相原さんはまあともかくとして藤本さんも今回前回に引き続き来ていただいてます。藤本さんよろしくお願いします。久しぶりですなんかやっぱ出たということでなんか周りの声というか反響ありましたか。まあお酒の飲んでる時にお前出とったなぐらいそうなんですね。で今回ねいきなりこんなところから僕たちちょっとロケスタートしてますけれども、うんうんうん、やっぱり前回に引き続き、まあ、ソロモン関連の、まあ、重要ポイントを探っていこうということで今日こちらに来てるんですけれども、今回はソロモンの秘宝エピソード5で藤本さんがちょろっと言ったコリトリについてねちょっと調べていこうと思ってるんですよ。前回ね、あの石尾神社行ったじゃないですか。行きました。いやあれから石尾神社から平谷という集落を越えて、うん、杖立峠というところがあるんです。で杖立峠からずっと鶴見山の下へ下がって小屋寺に降りて、うん、まあここコリトリというんですけど、ここでみそぎをする場所があったんです。みそぎをする場所なんですよね、うんうんうん、そうそうそう。まあ、それでここでみそぎしてあの鶴見山にお参りに行くというようなコースだったんです。前回のエピソード5から少し整理しておくと、石尾神社というのは昔から鶴見山に登る前に参拝するために訪れていた場所、そしてその石尾神社から鶴見山を目指してさらに険しい道を進み向かった先にあったのが今回調査する場所コリットリーです。ちなみに漢字ではこのように書きます。藤本さんが言われたようにコリトリは何かというと、みそぎをする場所。みそぎは水で罪や汚れを落とし自らを清らかにすることを目的としたものですね。昔から神聖なる剣山に登る前にコリトリで心身ともに浄化をして向かったとされています。ふーんと思われそうですが、しかしこのコリトリどうやらヘブライ語のようで、意味はふるさとへの入り口という意味なんだとか。四国の剣山周辺にヘブライ語、これはやはりソロモンの秘宝に関連する重要なポイントかもしれません。どうもそういう清めの意味でコリトリっていうのはヘブライ語から来てるんじゃないかって。だからコリって赤ってちょっと当てつけがましいですよね、コリをと思って。うん、うん、でもその赤の字を当てたっていうのは当てで後でコリを取るっていうんで、清めっていう意味でつけたと思うんですけど、うん、だからカタカナで書いてるんですよね、コリトリって、うんうんうん、本来のコリトリはこれから先上に上がってって看板でちゃんとコリトリって書いてる場所あるんですよ。あそこは違うんですか。あるけどここです。看板はあるけどここです。本当の場所がこれから先向かうところ、はいはいはい、だから地名ですよね、コリトリっていう。この向こうにね、まあ、西条と書いて鞘橋
という赤い橋があったんですよ、はい、屋根付きの、うん、もうそこのちょっとすぐそばであの体を清めてとかあの上に登っていった。じゃあ台風等の影響で本来あった氷取りの場所が流されて、うん、今は上に看板立ってるけど本来の場所はこの先、うん、まあ51年にね、うん、1週間で約2000ミリ降ったんですよ。あ、だからこの一帯全部流されて、ね、アイラさん持たれてますけど、はい、これ昔のね、これここの場所、今ここなんですけど、うん、ここにコリトリのね、場所があるんですよね、この奥に。これ藤本さん持ってきてる。そうですね、藤本さんはこれすごい貴重ですよね。本来こういう場所だったけど今はこの原型がないんですか。ないですね、もう全然ないです。ほなちょっとカメラさんもちょっと巻きで今ちょっとやってるんで行きましょうか、はい、もうじゃあ行きましょう、コリトリ。はい、ちょっともう入ってみようかな。入ってみよう。あ、すごい。なるほど。だからここに今砂防ダムができてるんですよ、これ、うんうんうん、だこの上に建物があったんだ、ね、ある程度近くまで行けるんじゃん。いや、もう無理ですこれ。え、もう入れないこれ。全然歩いてないじゃないですかだってこの砂防ダムがないと砂止めにならないから、もう仕方なくこの砂防ダムを作ってしまったんですよね、ここへ。この上ぐらいにあったんやな、これ。まだ、うわー、すごいね。これが壊れだろ、これが谷だろ、うんうん、すごい勢いだ。浄化されてるな的な、すがすがしさもありますね確かに水が綺麗ですもん ね、 そうですね。とやっぱこう登ってくる時のこう景色がいいですよね、こう開けた感じが。このバスのあれな、あの上下止まってるやつ、もう夢中、見てください。ちょっとこれ、これがこれがあれ、ちょっとしばらくあー橋があって、うん、これな、うん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 、前原さんの音いけるよ。これがね、前のあの鞘橋のところね。なるほど、はい、これが、はい、これも鞘橋ね。このすぐ近くで来たぞあー、今ビビったマジでビビった、もうないんすよ遊びがいや、ほらコリトリなのであれば、うん、落ちても浄化されるからいいかもしれないけど怪我するから。いや、一回あの下降りて浄化してきたのは藤本さん、法の乗りはいらないんですよじゃあみんなで落ちましょうまあ、ここは本来昔あったコリトリではない。この上流、少し上流に多分あの鞘橋、うん、橋があったと思います。こちらは藤本さんが持ってきてくれた、かつてコリトリと呼ばれる場所があった貴重な写真。これを拡大するとこちらが鞘橋、別名コリトリ橋。現在はというと、台風の影響で土砂が崩れ、痕跡は全くありませんでした。さらに当時の様子がこちら。写真でもわかるようにものすごく盛況で、コリトリで浄化し剣山を目指していたのがわかります。その昔、剣山信仰の中心地として栄えたコリトリ。昭和時代の土砂災害により集落が消滅したものの、現在も剣山へと続く古い登山道として親しまれています。この不思議な霊山に、かつて古代イスラエルの失われた十氏族の末裔もこのコリトリを通るルートを選択し剣山へと入ったのでしょうか。コリトリという名前が持つ真の意味とは。
だからやっぱり剣さんが聖山ということで、うんうん、当時すごい盛況だったってことやね、これ。そうなんですよ。これすごい貴重な写真がね、いっぱい載ってるね。残念ながら、コリトリの様子を調査することはできませんでしたが、不思議な地名、コリトリのことは分かりましたね。続いて、僕たちが向かったのは、実はこの集落に昔から秘宝の方角を示す石があるそうなんです。本当なんでしょうか、秘宝とは。そしてそれはソロモンを指すんでしょうか。ワクワクが止まりません。じゃあ本日最後のポイントなんですけれども、実は剣さんの、まあ、ソロモンの秘宝かどうか分かんないんですけれどもね、秘宝の方角を示す石を見に行こうと思います。信じてないでしょ。ヤヤさんと岩さんと藤本さん、ちょっとあれ撮ってもらったら分かるんですけど、もう説明聞かないまま行っちゃったから。普通この辺りでロケやって行くのに、もう行っちゃってるんですよ。多分ここね、剣さんの妖拝所っていうところって言われてるんですけれども、どうやらそこでね、なんか秘宝の方角示す石があるらしいんですよ。ちょっとこちらから上がれるみたいなんで行ってきましょうか。ちょっと、あやるさん、多分ね、ちょっとさっき来ましたけど、はい、これ絶対これしかない。ほらほらほら、宝物の方向を指してるっていう意思があるって言ってた。それはね、前の時にね、そうそうそう、ちょっとあやさん言われたじゃないですか、妖怪所にあるって。で俺は来たことなかったんですよ。はいはいはい、今上がってきてみてこれしかないなと思った。え、ちょっと待って、嘘でしょ。これ大体剣さん方面よ、やっぱり。ほら、これ指さしてるやん。そう、こんなほんまに不思議よね、これ。この方向にこれ。いや、ちょっと待って、あやさん見たことないんですよね。ないない。ちょ、断定早くないですか。だって、行拝所で石ったもこれしかないよ。え、例えばこの中に祀られてるとか。いや、周りにあるって言ってたのを聞いたんで。周りにある？うん。だってこの裏なんかもう、え、これ多分これ剣さん方向、これこっちの方角って剣さんなんですか。そうそうそう、間違いなく。だってこれしかないでしょ、これ。こんな普通の人見たってスルーでしょ。誰がうわってなりますよ。相原さんだけですよ。いやいや、僕だけじゃなくて、僕はだから絶対スルーだよ、この石は。ある人から聞いたから、これ宝物の方向指さしてるっていう。例の新聞記者がでしょ。うん、そう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 。で、地元の人も言ってたと。っていうか教えてくれたっていう話。昔、うん、これはちょっとまとめたいんですけど、うん、高根先生が発表する以前の話なんですか。以前からあった。それとも高根先生があるって発表してからの意思。こっち傾いとるけど、これちょうどあれじゃわ。つぶさんだろ、うんうん、方向だろ。え、何ですか。方角を示してるって言いたいんですか、藤本。言いたい言いたい。それもこう倒れんと、こう斜めにこういっとるけん、これが頭がこっちいとる。で、現在のこの GPS というか、この最新の機能を使ってでも証明されたと言ってもいいんですか、これ。それは高根さんよりは当然以前だろう。以前なんですか。以前だったらすごいっすよ。ここへらあたり来てても昭和の最初ぐらいやからね。うん、それはもっと古いと思うよ、これ。じゃあ以前も相原さん言われてましたけど、うん、この村というか地域には、うん、秘宝伝説が昔からあったってことでしょ。そう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 、伝説じゃなくて実際ありますよ。わかるな。ここに来て藤本さんの調子が上がってるよ。この杉の木がなかったらもうちょっと右かな、剣さんが、うんうんうん。まあ、昔と多少変わってるかもしれないですけれどもね、角度。あ、木の高さとかね、高さが違うからね。ああ、妖怪できるんかな、これ。自然にできたものではなくて誰かがやったっていうふうに考えれません。
もちろん誰かがこの地域の人が知ってて、うん、その方向性を示してるんですよね。なんだこれ。これも全くないんだろうかな、ね、横町は。重なってる。あ、ビューファーで分かります。めっちゃ重なったわ。指で重なってるわ、相原さん。これ指で、あのね、方角を示す石です、これは。間違いない。間違いないんです、皆さん。はい、まだね、あの、ぜひこのソロモン伝説興味ある方は見に来てください。これ、いや、もう岩崎すごいね。すごいですね、うん、初めてでしょ。初めて来ました。おー、すごい。今さんもソロモンさんの代表でやってるぐらいだから、たくさんものを見てきてます。でもこれ、うさんくさいとか怪しいとかって、こういう感じはあるんですか？これはなんかもうまさにそのままですね。刺してますね。あなたも好きだね。間違いない。ソロモンさんとしても間違いない。間違いない。これちょっと2、3軒行っていいですか？下2、3軒聞いていいですか？ここで今回のエピソード6、終わってもよかったのですが、どうしても住民の方にそんな言い伝えが本当にあるのか、お話を聞きたかったので聞いてみることにしました。しかし尋ねても尋ねても留守ばかり。諦めかけていたその時、顔は映さず音声も変えてくれるのであれば取材に応じてくれる方をついに発見。果たして言い伝えは本当なんでしょうか？言い伝えであるんでしょ、やっぱり。実際かどうかわからんけども、言い伝えはある。すごい。ほんまに昔から伝わってるんですか、こんな話が。お母さんも子供の頃から知ってた。聞いてはすごい。ほな、ほんまなんやね。ほら、あの、そうなの。そんなことだけだいぶ以前から伝わってきとんじゃん。うん、ね、あのお母さんが知ってるぐらいじゃん。まあ、さん子供の頃から知って聞いてるって言ってたもんね。はい、お時間です。はい。じゃあちょっと今回はね、はい、最後の最後で、まあ、ちょっと貴重なエピソードが住民の方から聞けたっていうことで、あれがほうだったんですね。絶対そう、方角的にもそうやしね。よくわかりましたね。いや、私も初めて来たけど、ええとこ連れてきてもらった。小屋でなんか来た甲斐があるわ。だってオープンここいないもん、3人もう行ってるもん、上に。いや、気になるでね、僕見たことなかったから。ワクワクが止まらんのやね。うん、あんなにはっきりね、方角さしてると思わなかった、本当に。まあ昔からね、お宝伝説ってちょっとあるんで、やっぱりそういうの本当にあったんだろうね、やっぱり。まあ、ソロモンかどうかっていうのは別として、剣山には秘宝伝説があるっていうのは間違いないと、まあ、もう秘宝って言ったらね、ソロモン伝説ですよ。本当に間違いなく。すごいね、うん、掘りたいの。じゃあこの辺りでこのソロモンシリーズね、はい、エピソード6、はい、終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。はい、セブン取りに行くよ。